玄奈大純教図、玄奈の大純教とは、江戸時代初期の玄奈8年8月5日、長崎の西坂で、カトリックのキリスト教をと55名が家系と残首によって処刑された事件である。日本のキリシタン迫害の歴史の中でも最も多くの、信徒が同時に処刑された。この事件後、江戸幕府による弾圧はさらに強化されていく。また、 オランダ召喚員やイエズス会宣教師によって詳細が海外に伝えられたため26聖人の殉教と並んで日本の歴史の中で最もよく知られた殉教事件の一つとなっている。徳川幕府は豊臣秀吉の禁教令を引き継いでキリスト教を禁止し、死祭や修道士、道宿を捉えて和老に入れていた。死亡者のうち33名は大村領。 鈴田、他の者は、長崎の牢獄に数年間繋がれていたが、全員の処刑命令が出たことを受け、浦上を経由して、西坂に連行され、そこで処刑されることになった。処刑されたのは、神父や修道士、老若男女の神徒であった。女性や幼い子供が多いのは、宣教師をかくまった神徒の一家全員を処刑したからであった。家その内訳は、 家系された者が25名であった。その中には、イエズス会、フランシスコ会、ドミニコ会の司祭9人と修道士数名が含まれていた。イエズス会員、カルロスピノラ神父もそのうちの一人であり、彼は数学と科学に精通し、慶長17年に長崎で日本初の月食の科学的観察を行って、井戸を測定したことで知られている。 残首また、残る30人は残首となった。残首された者の,の中には、日本人だけでなくスピノラをかくまったことで逮捕、処刑されていた、ポルトガル人、ドミンゴス・ジョルジの夫人、イサベラと彼の忘れがたみである4歳のイグナシをもいた。この処刑の様子を見ていた、修道士で、かつてセミナリオで、西洋絵画を学んでいた者が様子をスケッチし、マカオで完成させた油絵がローマに送られた。 これは、現那大純教図として知られ、イエズス会本部であった、ローマのジェズ教会に保管され、今に伝えられている。この事件の後、迫害はさらに徹底され、弾圧は、凄惨なものになっていく。1868年、ローマ教皇ピウス旧姓によって55人全員が、列服された。他総勢25名、他総勢30名場所は、一般の形状ではなく、 都立街道沿いで当時は長崎市街の小高い丘であり26世人の殉教の処刑場でもあった。現在の西坂公園。江戸時代に長崎で火炙りの刑という形で処刑されたキリスト教徒たちがいたがその時の処刑地の写真が見たい。現在日の立っている場所は実際の場所ではないという問い合わせに対する案内より長野市立長野図書館。 レファレンス事例詳細、国立国会図書館、2018年6月18日閲覧、ありがとうございます。